へい。へい、これが。こっちが元祖。なんだっけ、松谷屋。松谷屋さんです。はい、こっちが西松屋さんです。はい。大きさはね、やっぱり人前全然違います。大きいね。大きいですね。うん、そうそう、値段もちょっと高いんだけど。うん、じゃあ。はい、あ、でも動画で見ると大きさが分かんないね。そうそう、分かりづらいね、うんうん、で現実は真上から撮るとちょっと分かるかな、うん、でもね、分かりづらいね。あの実際見た感じで言うともっと大きいな。重さがやっぱり違いますね、うん、そうそうそう、うんうんうん、断面そいあ包丁あります？なければ、はい、いやいやいや、手でいい、手でいいんですよ。まんじゅうは手で割るもんですよ。まんじゅうは綺麗に見てないじゃん。いやいや、まんじゅうは手で割るもんです。やっぱ皮が厚いよね、うん、石松屋さんの方は。あ、うん、そうですね、うん、あ、はい、だいぶ薄皮ですね、うん、本当だ、うちの方が皮が厚いですね、うん、でもあんこは全く一緒に見えない。そう、うん、いや、俺も俺松谷屋さんの方がなんかしょっぱかったかなと思った。違う、あ、見た目？だからしょっぱかったかなと思ったもんね。味噌感が。違う、あんこはだって普通のあんこの味噌入ってないもん。なんかしょっぱい感じがしたんだけどね。あ、味が濃いってこと？あ、そうかもしれない、うん、食べてみな、今冷静に。今ね、じゃ冷静に、うん、松谷屋さんの方まず何ぞいただきます。全然しょっぱくない。しょっぱくないね、うんうん、じゃあ今度は西松屋さん使ってる味噌が違う。あ、塩分だったらこっちの方が、皮がしょっぱい、うん、塩分、うん、西松屋さんの方がしょっぱい、ね、塩分ありますね、うん、塩っぽいけ、ね、うん、うん、本当ですね、しょっぱい。で、あんこは多分ね、松谷屋さんの方が味が濃いかな。ジューシー。うん。うん、まあ、味噌まんじゅう感が出てるのは西谷屋さんの方かもしれないね。あの味噌まんじゅう感、いや、西松屋さんでしょ。あ、西松屋さん。そうそうそう。要するに味噌の香りっていうか。そう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 。皮がしょっぱくて、中が甘くてっていう対比がね。そう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 、出てるのが西、こっちの方、西谷さん、うん、西谷屋さん、西松屋さん、西松屋さん、西松屋さん、松と谷がぐちゃぐちゃになってる、うん、西松屋さん、そうそうそう、うん、まあ、やっぱ食べてボリューム感があるよね、大きいからね、うん、これ好みじゃないですか。好み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 、うん、だって出来たて出来たてなわけだから同じ、同じ、ほぼ同じね、うんうん、向こうの方が柔らかいかな、こっちの方がちょっと硬いのかな。そう、しっかりしてて、まあ、皮がしっかりして、こっちはね、ジューシーかな、全体的にジューシーかな、おまんじゅうとして、うんうん、うん、食べやすいですね、まさにさんのさっぱりしてる、ちょっと食べやすい感じしますね、うん、まあ、さっぱりしてるのがいいかとか微妙ですけどね。まあ、好きですよね。そうそうそう、やっぱり味がしっかりしてる方が私個人的にはいいんだけど、うん、ね、そのなんかその味噌っていうと期待値としてこうしょっぱいイメージがあるんで、うん、そうするとあのしょっぱくないからあれっていう、そのただ香りが味噌なんですよ、こちらの、あの元祖の方は。こっちの方が味噌感が出てるよね、うん、だからこっちってどっち、西松屋さんの方が、西松屋さんの方が、うん、あの味噌感が出てる、うん、味噌まんじゅう、要するにあの塩分があるだけ、うん、あ、お味噌って感じがするんですよね。向こうはあのおまん普通のまんじゅうとあまり差がないっていう感じかな、温泉まんじゅうみたいな香りが最後ね、うん、あのちょっとね味噌の香りがするね。あ、味噌だなっていうね。まあ、うん、松谷屋さんが柔らかかったら本当に作りたてかもしれない。こっちよりはもうちょっと。ま、松谷屋さん。ああ、こっちね。向こうの方が、うん、作りたてね、うん。そう、本当の出来たてを持ってきたじゃない。うんうんうん。本当他の状態。あ、そうですね。いただいちゃう。うちは朝なんですね。ですよね。そうそうそう。松谷さんはやっぱりそので作りたてにこだわってて、ちょこっとずつ作るって言ってましたね。だからジューシーなんです。うん、ジューシー。うん、ちょっと売り切れたらちょっと作ってっていう風にしてるって言ってます、うん、まあその辺こだわってるって言ってましたね。もう好みですね、分からない、もうこればっかりはね、こうお世辞じゃないでもうどっちがいいとはもう言えないですね、うん、私は、うん、
美味しい、美味しいです。マサヤさんのも美味しいですよ、うん、まあでもね、そうそう、うん、変えちゃうとこっちの方が前が良かったで、やっぱファンはいるからね、どっちにも、うん、これはもう変えない方がいいかもしれない、うんうん、絶対こっちが勝ちって感じじゃないもんね、うん、どっちが勝ちっていうのはないですね、うん、よく言われますね、マサヤさんのまんじゅうとやって、うん、あ、やっぱそうですよね、比較しますよね、比較しますね、みんなお客さんも比較するよね、うんうん、まああっちが感想なんで、あっちがそうなんですだけどやっぱりどっちがいいっていうのはもう本当好みですよね。うん、1日何個作るんですか、まんじゅうって。あ、その日によります。あの暇な時はやっぱり40とか50とかなんですけど、暇でも40、50、やっぱり200とか300、そんなに売れるんだ。あの時期寒くなってくるとやっぱお菓子も動いてくるので、あのそのイベントとかだったりとか、あのまあそれこそあのゴールデンウィークですとか、帰省のお客さんとか、あとお盆とか、はい、そういう、あとお葬式関係、ああ、まあそうですよね、はい、仏事があるとやっぱりまんじゅう出ますよね、はい、うん、こう結構買ってもらったりっていうのが、へえ、すごいなっていう感じで、はい、味噌まんじゅう比べでした。